おはようございます。アキラの現場へこそ、白夜極光の実況です。はい、というわけで本日は朝から白夜極光の動画を更新していきます。明日7月8日のメンテコから始まります新イベント、嵐が止む時の詳細が発表されましたので、そちらをチェックしていこうと思います。では参りましょう。はい、まずですね、そのアップデートに伴うサーバー一時停止のお知らせなんですけれども、日時は7月8日11時から18時となっております。結構長い時間ですね。でアップデート完了後、今回のアップデートの補填としまして、紅白 ×300 チャージ箱中 ×1 がもらえるということです。でその気になるイベントの中身なんですけども、イベント期間中、期間限定でイベントステージ嵐が止む時が開放されます。このステージは基本ステージ風の吹くままにと挑戦ステージ帰る場所の2つに分かれ、段階的に開放されます。期間限定ステージの終了後は挑戦できなくなります。イベント開放条件はメインステージの 1-16 をクリア。イベント開催期間は風の吹くままにが日本時間7月8日18時から7月22日の18時まで、なので2週間の開催ですね。そして帰る場所がですね、日本時間の7月13日となりますので、火曜日だね、来週火曜日に追加されます。で同じく終了日は7月22日の18時となっております。なので2段階なんでね、まず7月8日から13日までの間は風の吹くままにを周回して、まあ、このイベント内容自体ですね把握してって感じですね。でその後挑戦ステージということは帰る場所は多分こうなるのだと思うんですね。なのでその代わり多分報酬があるというパターンだと思いますので、まずは風の吹くままにでイベントの中で育成であったりとか報酬をもらったりして、帰る場所にチャレンジを待つという感じになると思います。アップで終わるのが夕方の18時になってしまうので、なので7月8日はこのアップデ後に僕動画更新するっていうのは難しいので、夜遅遅になりますけども、おそらく23時半から白夜極光のライブをやらせていただこうと思います。で2つ目、イベント商店、路上商店で期間限定交換ができるということですね。ナビゲーターが指定のステージをクリア、または指定のゲーム条件を達成すると、クリア報酬やポイントアイテム、レンチナットバッジを獲得できます。ポイントアイテムはイベント商店、路上商店で星5恒例ドーンなど様々なゲームアイテム報酬と交換できます。イベント期間中、星5恒例ドーンはイベント商店での交換でしか獲得できません。で交換開放期間は7月8日18日のメンテの後から7月25日の18時まで。ですので、イベント終了から少しですね、間が空きますね。で、イベント商店の終了後、追加のポイントアイテム、レンチナットバッジは自動的に白夜コインに変換されます。変換比率は1対100。レンチナットバッジ1つにつき白夜コイン100になります。ということで、これまあありがたいですね、ある意味ね。というのが多分持ってても交換できないからね。そういった意味では自動的に白夜コインに変えてくれます。気になるのはですね、この星5恒例ドーンですね。もうツイッターの方で詳細出てましたけども、報酬ですね、ある意味ね、イベント周回することで集めれる交換ポイントアイテムで交換できると。でそういった意味では配布キャラになりますのでね、無課金勢とか美課金勢の方にとってはですね、なかなか攻略にですね要となってくるようなキャラであれば嬉しいですよね。そして期間限定ログインボーナスの配布と、イベント期間中特別なログインボーナスが配布されます。指定条件を達成すると専用のログイン報酬がもらえますということで、こんな感じですね。最終8日目まで行きますと、イベント追加アイテムであるレンチナットバッジは合計で500足す500で2000ですね。で8日目にはですね、イベント専用アイコンの破業の花ももらえるということなんで、まあこれね、期間中ずっとログインしてですねもらっていこうと思います。そして期間限定招集、赤岩の嵐開催、イブサメ山を新規追加と、ということで、まあ、期間限定ガチャが来ます。でこちらは7月8日18時から7月28日の18時まで、なので結構長いですね。で期間限定招集について、赤岩の嵐期間限定招集の開催期間中、イブとサメヤムの2人の恒例はこの招集でのみ獲得できます。この期間中はね、期間中はこの期間限定招集のみで獲得できます。イブとサメヤマは星6恒例の出現確率の 75%、 サメヤマが 37.5%、 イブが 37.5% を占め、他の招集ではこの2人の恒例を獲得できません。ただし期間限定招集の終了後、イブサメヤマは7月29日のアップデートによって通常ノーマル招集の招集可能リストに追加されます。排出率は他の星6恒例と同じですと。ということで、期間限定が終わればですね、通常ガチャの方に入ってくれる。ただしその時は他の星6恒例と同じ確率だということなんで、なのでこの期間限定のね、ピックアップされてる間にね、こそ、まあ、ガチャを回してゲットしていきたいと思いますし、なので先ほど言ったその7月8日の、夜の白夜極光のライブはこのガチャのライブになると思います。そして通常ノーマル招集が更新されまして、今期間限定であるカレンとウリエル、あれが通常ノーマル招集のリストに入るということです。そしてイベント専用家具の獲得方法についてということで、
まず破行の花は先ほど言いましたイベント専用アイコンです。で、石用の岩石と夜明け花の鉢植えは路上商店で交換が可能。ホースの模型が指定ランクの任務をクリアすると獲得可能ということなんで、イベント任務システムなんで、これは多分あれですね、ミッションですね。なのでいくつか今回イベント限定のミッションがあるので、その報酬の中にこのホースの模型も入っていると。で、さらに笑顔の魔法瓶っていうのが指定ステージ S4 の試練を星3でクリアってことなんで、これは多分なんか、ね、イベントステージのことなのかな。なのでそれを試練を星3でクリアすることでもらえるってことなんで、ここがちょっとですね、多分ねハードル高いんかなって気はしています。ただ家具集めはね結構ですねやっぱ楽しいんで、積極的に狙っていこうと思いますし、でまた攻略の動画とかもね出せれたらなと思います。で、まあ、今回のアップデートで注目すべきはイベントの更新もそうなんですけども、イブと下山の追加ですね。で、まあ、もうすでに星6の恒例だということがこれで判明しましたんで、そういった意味も含めてやっぱ積極的にゲットしていきたいと思いますし、まあ、性能の、ね、評価とかその辺をですね、また動画の方に、お知らせしたいと思いますし、でもう一つ重要なことが分かったのが、今までこの期間限定だったカレンとウリエルがまずノーマル召集に移動しますし、今回イベントで追加される下山とイブも期間中は限定ガチャしか出ないけども終われば通常ガチャに移動するということは、今後この白夜極光というゲームの中では新しく追加されたキャラクターっていうのはその追加されたガチャでピックアップはされてるけれども、それが終わった後は期間限定でしか入手できないんじゃなくてノーマル召集の方に移動してくれるっていうのが分かると、これまあ無理なね追いかけがしなくて済むのでいいかなと思いますね。ただまあ当然ですね、実装されてねすぐにはゲットしていきたいと思いますんで、僕もねできる限りこちらまたガチャ回していこうと思います。はい、というわけで今日はですね、明日4月8日のメンテナンスの内容についてですね、ざーっと喋ってみたんですけれども、いかがでしたか皆さんですね。まあ、ある意味初めてのですね、白夜極光の今回イベントになりますんで、俺も楽しみにしてるよ、イブと下山の性能気になるよって思っていただけましたらですね、高評価よろしくお願いします。で、先ほども言いましたようにですね、7月8日は6時にメンテ終わりなんでね、その日のうちに動画撮って編集してアップするっていうのはちょっと難しいんで、23時からいつもですね、ラスクラのライブをやってるんですけども、それの終わった後にですけども、白夜極光のライブをね、やろうと思いますので、よかったらそちらにお付き合いください。それでは、明日のライブもしくは次の動画でお会いしましょう。ではまた。花は私とイブの思い出。永遠の万物に比べれば、花の命はわずか一瞬。終わりよ。お兄ちゃん、これからどこへ行くの？どこだっていい。